あの昨日ですね、YouTube ライブしてたら、えー、なんかある参加者の方がですね、えー、まあ、欧米かぶれだとか、西洋かぶれだとか、なんかその、まあ、よくそういうこと言うじゃないですか、日本のネット民って、あのー、なんだっけ、デワードミとか、で、これね、あのそういう方の気持ちが分かんないわけじゃないですよ、やっぱり日本って、明治維新以来、西洋列強、まあ、明治維新は西洋列強の圧迫に対して、まあ、必死のキャッチアップをしたわけですよね。 いやそれすすごかったですよ、日本の先人たちは。でそんな中であの、でも欧米に対するコンプレックスなんかもあったりしてね、だから欧米化っていうなんか、えー、10年ぐらい前かな、えー、もうちょっと前か、えー、お笑い芸人のキャッチフレーズがありましたよね。そういうのもなんかあの、まあ、欧米に対するコンプレックスなんでしょうし、それから反映をしてるんでしょうし、それから、えー、僕が子供の頃だったかな、あ,のあなたは神を信じますかっていう。 そういういコミュニティもありましたよ。あの要するに宣教師が来てまた、あ、それこそだから信長とか秀吉の頃にも遡る、えー、そういうなんか押し付けがまさみたいなのもあ、まあ、経験してるわけですしそれからフランス・オワーズ・モレシャンっていう人がいてねあのフランス人の方だったんですけどよくテレビ地域で行ってってこれも僕の子供の頃かな私の国ではってなんかそういうのが。 流行ってましたね地域ね、ま、だそういうわけでそのいわゆる欧米、まあ、だからヨーロッパ各国、特にだからイギリス、フランス、ドイツ、まあそしてアメリカ、特にだからアメリカ、イギリスというまあアングロサクソンの国、えー、ここがね、えー、文化的にも政治的にも、まあ、世界のパラダイムを握ってきたんで、えー、だからスペインとかポルトガルとかフランスとかラテン、イタリアとかね、そういうところよりもこの英米に対していわゆる欧米とか英米に対するコンプレックスっていうのは 発動しやすすいってのは分かるんですけどあの僕はねやっぱり今の世界ってどうなってるかっていうのをちゃんと見てくれよと今の世界的なグローバルなタレントプールが大競争してる時代ですよね。で例えばアメリカなんか見てもあの、えー、イーロン・マスクさん、えー、南アフリカから来た人ですよね。もちろんイーロン・マスクさんたどると何系になるんだろうな。 まあちょっと欧米的な日本人が思い浮かべる欧米的な顔立ちをしているのかもしれませんが、でもそれを言うんだったら、えー <coughs>、スティーブ・ジョブズさんはシリア移民の方の子供ですしね、それからえと今、例えばメタだとか、アップルだとか、グーグルだとかね、ああいうところの CEO、CTO はインド系の方が非常に多くて、この方々は見た目も、まあ、 いわゆる日本人が思い浮かべる欧米の顔ではないし、英語もね、ちょっとあの、なまってるっていうのかな、あの、普通のネイティブな英語の発音ではないんですよね。ことさように、なんか、あの、なんていうかな、もはや、なんか、欧米かとか、あなたは神を信じますかみたいな、欧米とは全く違う世界のリアリティがあるわけですね。で、そこで英語、英語っていうのは何なのかっていうと、あの、別に共通言語だから喋ってるだけなんです、よ英語をね。 だからイギリスとかアメリカを中心にものを考えるとそれはあのいわゆる何ていうかえまあ日本人が今までは思い浮かべていきたい欧米のイメージになると思うんだけどあのインド人とかが喋ってる英語ってのは別になんかその何て言うかなあのなまってるわけでもともと僕はヒンズ通語だったりするわけじゃないですかで NVIDIA のファンさんかな NVIDIA の CEO あの方は台湾から来た方ですよね まあ台湾の方ってもともと英語よく喋られますけども、あの方も僕は台湾語というか中国語なんで、だから要するに、共通言語だから英語喋ってるだけなんですよ。ね、あのよくベト,ナムベトナム出身の CEO とかもよくいらっしゃいますよね。でこれあのー、映画に目を転じれば、Everything, e v e r y f h i r All a v e r t Once あれね、あれ、ミシェル、なんだっけ、なんとかって、本、あ、当、のー、個人の名前覚えないんだけど、あれ中国系 で、ベトナム移民の方っていうか、ベトナムのボートピープルが、上演の単行を取ったりしてますよね。だからね、まあ、今、アメリカだけの例を取りましたけど、今、グローバルに、いろんなところで、エブリフェア、エブリス・ゲブリフェオールド・トランスで、タレントの競争が行われていて、それはもう、えー、技術だけじゃなくて、文化の時代、文化の世界でもそうですしあの、そういうなんか大競争が行われてるわけですよ。だからね、日本人が、まあ、かるんですよ、そのリアクション。あの、日本の現状はもう、まあ、 ポンコツであることはもう分かってるわけじゃん。三十年間経済成長してないというか、没落し続けてる。日本のお笑いがポンコツであることも分かってるわけじゃん。日本のテレビがポンコツであることも分かってるわけじゃん。日本のテレビタレントがポンコツなことも分かってるわけじゃん。映画に行くと、日本映画だけ予告編がもうポンコツなのと分かってるわけじゃん。相変わらずのなんか芸能人の顔で演技も下手くそだし、脚本もなってないし。まあ日本の現状ポンコツなんだよね。まあこれは認めましょうよ。認めた上で、じゃあ世界のベストプラクティスに、 えー、学んでいろいろやっていきましょうよってのは別に普通のことでしょ。で、その時に、出羽の神とか、欧米そう崇拝とか、欧米かぶれとか、もうやめろよ、タコって感じなんだよね。いつの話してるんだよって。だからもう今、グローバルな、えー、競争が起こってるんですよ、タレントの。で、その中で共通言語が英語だから英語使ってるだけなんだよ。わかる僕はいろいろあるんだよ。日本語もあるし、韓国語もあるし。 そんなこともわからないで、なんか自分のちち小さい世界を守ってるんじゃねえよ、この日本の笑いファンとかいう感じだし、あのー、本当にね、あのー、日本のことを愛してて、日本を良くしようと思ってたら、じゃ、まあ、全員がって言わなくてもいいけど、そのグローバルな競争に参加しようぜと、いろんな母の方がいろんな、えー、背景をさまい、まあ、背負いながら、英語で頑張ってる、まあ、もう接シ合ンもだから、 今度、来年7月3日には、あの3冊目の英語の本、ストイシズムが出ますけど、今、拙者の本は、ドイツで、ウェストセラー29週続けてんですよ、ノンフィクションで。まあ、俺もポンコツだけど、頑張ってるわけ。もちろん、科学者としても、えー、頑張ってます。あのまあ、なかなか意識の問題解けないけど、頑張ってますよ。科学の世界ってもともと当たり前ですからね、英語で論文書くのは当たり前だし、それも母語はいろいろなんですよ。皆さん、苦労して英語でやってんですよ。 それが世界の現実です、今。日本人もそろそろ目覚めたらいいんじゃないですか。その、ではの神、欧米かぶれとか言って、そんな、なんか、まず時代遅れだし、それからそういう言葉で自分たち、自分を守って何が面白いんですか。まあ、昨日ね、YouTube ライブで言われた方は何気なく抱えただけだと思うんですが、まあでも、そういうことは言葉のリレーだから、その方が考えたわけじゃなくて、えー、まあ、 誰かが言ったんでしょ <laughs> 日本中のいろんなところでそういうこと言ってるわけでしょそのモデルがそもそも間違っている。大谷翔平選手なんかはね、野球の世界でグローバルな競争して、あそこに今いるわけでしょそういうこといっぱいあるわけですよ。でも文化とか科学とか芸,芸術とかそういうところでも、まあ村上隆さんなんかもそうですよ。村上隆さんもグローバルな競争して、あの場所にいるわけじゃないですか。僕も科学とか、あるいは、えー、ライティング 著作の世界でその場所にいたいと思っています。それが日本のことを最後は高めてくれる。僕は生きがいの本を書いた、ドイツでは半年間以上ベストセラーになっている、これ、日本のイメージを向上させてくれていると僕は信じたいし、いいこと書いていますからね。あの、まあ、俺もポンコツなよに頑張っているんだけど、これを見ている動画の特に、えー、もう志あふれる、まあ、年齢関係ないです。何歳でもいいけど。 その中に飛び込んでみないかい欧米かぶれとか、あのそんなくだらないこと言ってないで。ということで、えー、今日ちょっとボイシーの方も長くなっちゃいましたが、ボイシーはここまでにして、この前、この後は高齢性延長戦上です。延長戦です。だ本当にがっかりするんですよね。そういう、なんかあのなんていうか、がっかりするんだよね。あの情けなくて。 何が欧米かぶりだよな何を言ってんだよって感じだよね、本当にね。がっかりして、もう本当に、情けないですよでもね、僕、最近そういうこと言わあんまり言わなくなったのは、だから、きの YouTube ライブだから、しょうがないから反応したんだけど、あのまあ、もう、いわゆる日本の知識人の伝統的な振る舞いだった啓蒙とかね、啓蒙って要するかな時間差攻撃みたいなもんでしょ。 あの要するに海外ではこんな先端事例があると、まあ、ジェンダーの話にしても何にしてもそれを日本語に訳して啓蒙するみたいなでそういうスタンスは大事だと思うんですよ僕だから別にそれを否定はしない日本の文系の大学の先生方っていうのはそれが主な業務だったりすると思うんですよねでもそれをては僕,僕は個人的には飽き足らないそういうことを仕事とされてる方々はそういうことは僕大事なことだと思うんでやっぱ全然問題ではないと思うんだけど僕はやっぱり まずはだから一人の人間としてそのさっきから言っているグローバルな競争の中に身を投じたいっていうかそこで頑張っていたいと思うしそのために必死でやってるし今はなんか人工知能のアライメントのことについてずっと考えてるしあのそれから何て言うかなうーんまあ日本のことを逆に海外に輸出したいと思ってるわけですね生きがいはそうですけどやってるわけちゃんと。 ザ・ウェイ・オブ・ナゴミってまだ日本語に訳されてないんですけどこれだってドイツでそれなりにまた売れてるし世界各地でも売れてるんですよねだからそのうんまあ拙者はやポンコツながらにやることはやってるんだようんだそこでなんかその欧米かぶれとか言われると本当にこいつ何も分かってないなって正直思っちゃうんだよねそういうことじゃないからねうんだからうんまあ分かりますよそのなんかそういう感じで自分を守りたいっていうか それはわかる。そしたらなんか安全を得られると思うんでしょう。セーフティーゾーン、コンフォートゾーンにいろいろと思われるわけでしょう。もうそいのセーフティー,コンフォートゾーン、コンフォートゾーンが日本を30年間没落させてきてるんで。また日本をね、非のいずる国にしましょうよ、うん。俺はできると思ってるからね。そのことでも、The Way of n a では書いたんだけどね。非ずる国、The Land of the Rising Sun というのは出てきます。もし興味があったら、その英語でもう、今英語で読むのはいいからさ。 ザイオブオナゴミ読んでよ。あこいつ頑張ってるなって。<laughs> あこいつポンコツだけど頑張ってるなって思ってくださるかもしれません。えー、以上、クオリくおりあいしございました。頑張りましょうよ。